アフリカ獣モウアメは、哺乳類のクレードで、キンモグラ、ハネジネズミ、テンレック、ツチブタ、ハイラックス、ゾウ、マナティ等が含まれる。ほとんどのグループの間では、形態的な類似性がほとんど見られず、関連性が明らかになったのは、近年、分子系統学の研究が行われるようになってからで、ある。ここに属する動物のほとんどがアフリカにのみ生息し、これは、 新生代初期からテティス海が縮小する約2500万年前までの間、アフリカが他の大陸と繋がっていなかったことを反映している。新生代の初期中期にかけてはアフリカはほぼ常に海に囲まれていたため、ローラシア起源の食虫類、月脂類、ウサギ、食肉類やその他大型草食動物が侵入することはなかった。終練進化の結果、アフリカではそれらの動物 ハネジネズミ、キンモグラ、テンレックなどの小型食虫動物は食虫類のニッチを満たし、ハイラックスは、げ子類とウサギに相当し、ツチブタは中型アリ食動物、長尾類はカバやサイなどの大型草食動物の役割を果たした。海ウウシメは海を通じて、他の大陸に広がり始め、海洋哺乳類の一例となった。 アフリカ獣ウア飴がまとめられたのは1990年代後半になってからで、それまでは、ンヒズめ類は、他の有ヒズめ動物に禁煙とされ、金モグラ、テンレック、羽地ネ,ネズミは、食虫類、土豚は、仙山光や、遺説類と共にヒンハ類に入れられていた。アフロテリアという学名は、アフリカを意味する、アフロマイナスと、ギリシア語で、動物を意味するセリアに由来している。 1990年代から始まった遺伝子分析により、新獣下綱の中に、メカンの上位系統関係を示す4つの単系統群があることが示唆され、1998年には現在のアフリカ獣上目の枠組みが認識された。DNA なしでは、特にアフリカ産食中動物のまとまりを認識することは不可能だった。アフリカの哺乳類の一部に限れば、 禁煙なまとまりを作ることは1920年代から考えられていたことで、1980から90年代に散発的に論文が出ていた。アフリカケモノウアメの中核は、近ヒズメ類であるが、これらは比較解剖学的に長年研究されてきたものであった。赤月新生からは、オケペアというアフリカケモノウアメの動物が見つかっており、完全な頭骨が見つかっている中では、 最古のものだが、金ヒズメ類とアフリカ産食虫動物の両方と共通の特徴を備えており、アフリカ獣上アメの祖先の特徴を考える上で重要であると考えられている。1990年代以降は、分子系統学だけでなく、解剖学的にも特徴が見つかるようになり、例外もあるが、椎骨の多さ、胎盤膜形成やかかとの骨の形状の特徴。 比較的遅い A 級馬の出現が挙げられる。一部の動物では、花が非常に長く、よく動く。アフリカ産食中動物の一部では、葉の特徴も見つかっている。アフリカ獣上目、遺説上目、ローラシア獣上目、新種月上目の4つの単系統群の間の、正確な関係については、まだ論争がある。ローラシア獣上目と、 新種月上目は比較的近い関係で北方誠従類というクレードにまとめられることでは一致するもののこれとアフリカ獣上飴異節上目との関係は未だにはっきりしないアフリカ獣上目と他の系統との進化上の分離は1億500万年前にアフリカ大陸が南アメリカ大陸から分割された時に生じたという説もあるまた 大陸分断後も移住が続きこの3上目の分岐が9000万年前に生じたという説もある。また、一節上目がまず分かれて島大陸となった南アメリカで進化しという仮説もあったが、鍵となるエウロタマンドアは、一節上目ではないという共通理解ができつつある。近年のゲノム研究では、アフリカ獣上目が一節上目からなるクレードが最初に分岐するという解析結果もある。 これらの詳細は北方魔獣類の項に詳しい。アフリカ獣ウアメは多くの種が高い絶滅リスクにさらされている。IUCN によればアフリカ獣ウアメにはアフリカ及びマダガスカルに生息した哺乳類の3分の1近くが分類されると見積もられるが現在は化石種を含めて1200種知られるもののうち75種しか生存していない。 インドゾウとマナティー3種はアフリカ以外で進化したが、やはり絶滅の危機にある。長尾類はオーストラリアと南極を除くすべての大陸に生息していたが、第4期にほぼ絶滅した。ハイラックスは先進世の終わり頃にはユーラシアの大部分に生息していた。重脚目とタバ柱目も絶滅したものの、かつては広く分布していた。アフリカケモノウアメは、 新稽古の下綱に含まれ、いくつかの学名は優先権のために変更される、可能性がある。長谷川正美、系統獣を遡って見えてくる、進化の歴史 P85、2014年10月25日、ベレ出版、ISBN 978から4から860644109。ありがとうございます。